はい今回は、えー、西那須の、えー、女子大生のですね、えー、っとちょっと事件について、えー、調べていきたいと思います、えー、この事件もですね、えーまあ、悲惨な事件なんですが、まあ、謎が多くわ、えー、からない事件ですね、これっていうのは非常にまあ難しいっていうか、えーまあ、何を隠してるんだろうかというのはもうま,まるっきりわからないんですが、えー、ちょっとわかる限りね調べたんで、それをお伝えさせていただきたいと思います。 2001年、まあ、4月14日にまあ、起こったんですが西那須の、えー、女子大生、えー、閉まる事件とかって言われてね、えー、まあ、これっていうのは、えー、非常に謎が多い事件でわ分からないんですねでまあ,あのもう正直リスナー様にお伝えしますが分からないんでいろんなことを調べてももう分かりそうなものはもう手当たり次第、えー、考えていこうかなとかって思うんですが。 2001年4月14日ことで4たす14でこれ18ですよね、18はこのイルミナティの、えーの、まあ、悪魔の数字666なんで、まあ、そういったもの、まあ、CIA の関係者、えー、とかが関係してんるのかなとかっていうのも思います、えー、手がかりもほとんどないし、あとはまあおかしいことがあの事件であるんですよ、ね、これっていうのもまあ正直ね、ね最初に言いますけど、今回は調べても全く。えー 真相部分は分からないんですが、まあ、カムフラージュしてるんだろうなって思うんで、まあ、それを考えていきます 4+14 の18の666でイルミナティの関係者あるいは、ね、CIA の人間が何か関与してるっていうことを頭の片隅に置いておくとこれもちょっと説明できるかなっていうのがあるんですが被害者の女子大生、ですね丸された方体を10箇所刺されていたということなんですが。が 普通、10箇所も刺されないですよね、本当にひどいなっていうのが思います、どういうことでそうなったのかっていうのはわからないんですが、えー、まあそういう悲惨な目に遭っていたと。で、えー、被害者女性の遺体が引きずられていたってことも言われているんですが、これっていうのも、なんでね、えー、丸された後に遺体をね、その道路の方に引きずったっていうのも言われているんですが、もう全くもうからないなっていうことで。でこの 亡くなった女子大生の方っていうのは体を10箇所刺されていて、まあ、刺された傷が心臓まで到達したということでこう亡くなったということで、まあ、本当にひどい事件だなというのを思います、うん。で、この事件ですね、犯人が逮捕されていません。全くの分からないで、 これ調べたことある方いらっしゃるかもしれないんですがまあ、ここもね言葉が悪いですが、まあ、僕の考えが正しければまあなんでしょうねまあうまうまいこと変な風に仕組んでるなって思いますよね、もう正直ね、ね、まあ、リスナー様も思ってらっしゃるかもしれないんですけど真面目に調べれば調べるほど、ね、もう何,何がなんだかわからないなっていうのを思いますよね。で、えー、まずねこの 女子大生の方を丸した犯人の疑惑が出た人が2人いるんですよ、このさっきの10箇所指して、えー、っていうことをした犯人なんじゃないかっていう人ね、その2人について、あのここから考えていきます、これはこの僕がリスナー様に今から話す話を聞いたら、えー、まあ犯人なんじゃないかなって思うかもしれない、だけどまだ話が続いていくんで、えー、まず1人目、疑惑の1人目。 年齢が30歳の男で事件の現場の近くに住んでいたということが分かっている。 で事件の現場に、えー、靴の足跡があったんですが靴の足跡の大きさがこの男が同じだったということと、えー、警察に対して、えー、事件当日の内容嘘をついていたということで、えー、これっていうのは大いに疑わしいですよね、まあ、近くに住んでいたっていうのはあれですが、まあ、靴の大きさが同じであることとか、まあ、警察に嘘をついていたってなんで嘘をつくんだろうっていう話じゃない,ないですか、うん、っていうのがま1人目。でで、えー、次はですね、えー この、えー、丸された、えー、女子大生と同じマンションに住んでいたという43歳の中国人男性、えー、普段の仕事は新聞配達をして,していたんですが、まあ、金銭的に困窮していたという、えー、ことも言われていて、えーまあ、事件の当日にはこの新聞配達の仕事を休んでいるということで、えー、女子大生が丸された後にまに、あ、お金を取られているということで、実はお金目的でやったんじゃないかということが言われる、えーまあ、考えられるかなとかっていうのは思うんですよ。ただ さっきお話ししましたけど、まあこの2人ともですが、まあ、10箇所もマルス必10箇所も刺して丸す必要がないですよね。で、あの実際にこの2人が疑わしき犯人の可能性ということで、 えー、まあ捜査線上に上がったんですがこの2人はどちらとも逮捕されていないんですよね、んでそうなってくると、なぜこの2人を、えー、例えば逮捕しないんだって、この2人どちらかが犯人なんじゃないかって思うかもしれないんですが、それはここまでの、えー、話を聞いていただくと、えー、お思うんですよ、ね、僕も最初調べたとき、この2人のどちらかが犯人なのかなと思ったんですよ、しかし、ここから、えー、話す、えー、話を聞いていただくと、あれ、これはちょっと違うんじゃないかなっていうことを、えー、思われる。うん 明確にそういうことを思うんですよ。うん、何かっていうと、えー、このですね、えー、女子大生の、えー、まあ、事件の分かってる情報を考えると、えー、こういったことが分,分かってるんですね。二つ、えー、あの今から話す2つっていう話が。 先ほど話した、えー、この、えー、30歳と、えー、43歳の男に合致しないっていう、えー、今度またそれで正反対の逆の内容なんですね、一体何かというと、えー、このですね丸された、えー、女子大生の方は、えー、事件の当日、コンビニでおにぎりを4個買ってたこ焼きを買ってジュースを2本買っているということが分かっています。とあともう一つ 被害者の女性ですね、事件の当日、え、普段車を止めていた駐車場に車を止めずに、全く別のところに車を止めているということが分かっています。この2つっいうのは何を意味するんでしょうねっていう、そういう話なんですよ、真面目に。まあ、リスナー様も、まあ、思うと思うんですが、 えー、女子大生なんでね、えー、コンビニでおにぎりを4個、えー、買うのかって、女の人が4個買うってちょっとおかしいですよね、そんなに食べないと思うんですよ、まあ、男でも、えー、どうかなとかって思うし、まあそれはね、お腹が減ってるから食べるんじゃないかって言うかもしれないんですが、別にそこっていうのはフラットに考えてね、えー、まあ、ちょっと買いすぎじゃないのってあ、たこ焼きを買うってうのもそうだしね、あとジュース2本買ってるってのもおかしいですよね、これっていうのは、だから何を意味してるのかって言ったら、自分の分だけじゃないってことですよ。その他人の分を 買った可能性があるっていうことね。二人分帳です、えー。で、まあ。 そのことについてね、ちょっとあの疑問じゃないかって言われたら苦しいんですが、もう一つの方のね、普段自分が車を止めず、駐車,駐車場に車を止めずに別のところに止めて何、なんで止めるんでしょうね、ちょっとよくわからないですよね。これっていうのは、自分が普段車を止めてるところに、えー、このまあ何かしらというか、アポでしょうね、アポってる人の、まあ、男だと思いますが、その車を止めさせようとしたっていうような感じ。だからこの コンビニの件、えー、で女子大生が、えー、一人で食べるに多すぎる量があるということで、この事件の全くちょっとこう明かされない謎なんですが、まあ、これ犯人かどうかってのはわからないんですよ、全然、別に嘘でもなくね。この女子大生っていうのは、えー、あのルームメイトの女性と一緒に住んでいたということがわかってるんですが、このルームメイトの女性がたまたまなのか、なんなのかわからないけど、この事件の日にいなかったんですよ、外出していたということ。だからあの もしもこのコンビニのおにぎりとかたこ焼きはルームメイトの分買ったらルームメイトの分ではないんですよね。うん、で、おそらくですが、えー、この事件当日、丸された日に、えー、車をのけたということも、そこにだから何かしらの、まあ、誰かしらが、えーまあ、あの車を止めた男だと思いますが、えーまあ、そういうことだと思います。だからそのののコンビニで男の分の、えー 食料を一緒に買って、えー、駐車場で男が止めるものをやったっていうのはつまりこの、えー、女子大生の方は男とあのアポっていたんですよねこの事件の当日にっていうことを思うしかし、えー、この事件がですね、えー、またその CIA が関与しているのかなんだかわからないですがおかしいなとかって思うんですがこの被害者の,あの女性の携帯電話かな、えー、それを調べると、えー、数日前から誰かと約束していたって情報がないっていうことなんですよでないって言ったってて言たこれ コンビニで2人分買ってるし、車をね、あのその他の人が止めるようにしてるんだから、これっていうのはそういうことなんじゃないのっていうことを思うんですが、おそらくそこに追及できない人間が関与してる、えそのえ可能性があります、もうこれ以上は、えー、分からないんで、えー、すいませんということなんですけれども、えー、それを踏まえたでえで、えーまあ、憶測ってことでね、わ、えー、からないですよ。あの西那須の えー、女子大生事件のこれ犯人というのは、えー、これは誰かっていう話でね、ね、まあ、もちろん誰かっていうのはわからないんですが、まあ、いくつかちょっと、えーまあ、情報があるんですが、この、えー、と事件にあって丸された女性の方は、ですね、えーまあ、生きていらっしゃる時じき、えー、事件に遭う前に出会い系サイトをやっていたということなんで、えー、そこからなんか、えー、男と出会って。えー 何か事件に発展したのかなと事件に遭う前にね男性とのトラブルに男性とのことに悩んでいるとかトラブルがあるとか異性関係が困ってるっていうことを友達に話してたっていうことなんで出会い系サイトで知り合った男かなっていうのも思いますでます、あ、でわかんないですけど出会い系サイトをやめたらもう誰がして,たかっていうのがわからないということなんで、えー、まあ、そこら辺からね。ね、うん、あの 関与事件の関与が考えられるかなっていうのも思うし、あとは、えー、この被害者の、えー、車の中をね、えー、物色された跡、えー、があるっていう情報があるんで、これっていうのは犯人がおそらく物色したんでしょうね。うん もちろん犯人が誰かっていうのは分からないですよ。えー、車の中に、えー、分からないですけど、あってはいけないもの、例えば写真だったりかなんか分からないけど、そういったものがあるといけないから、えー、車中を物色して、そういった証拠を隠滅を図ったんじゃないかっていうこと。うん、で、まあ、あとはどうかな、わかんないけど、パチンコでバイトをしていたっていうこともあるんで、そこら辺からの男性関係、えー、のものがあるかなとかっていうのも思うんですよね。で、まあ、いつもリスナー様に言ってるのに、正直に言ってね、この、 うん、被害者の女性の方が体を10か所刺されていたということなんで、これ犯人多分その CIA 関係者であれば MK ウルトラっていうのでね、えーまあ、あのそういういので洗脳されておかしくなって、マ、え、ル、ー、人凶を利かして、ね、あの事件に及んだとかっていうのも思うんですよ、まあ、そういう形の洗脳であったり、えーまあ、LSD みたいな、えー、その幻覚剤を飲んだりとか、そういうことかなとかっていうのも思うんですけど、ちょっともう何にもなくてわからないですね。 出会い系サイトで、えー、出会った男なのかもしれないし、そのパチンコの、えー、交友関係なのか分からない、でこのルームメイドの女性がいるんですが、この人がたまたま、ねえー、いなかったのか、えーまあ、男が来るから出てたのか、なんだかっていうのは分からないけど、うん、ただ1つだけ分かっていることっていうのがあって、これっていうのも警察が、えー、日本の警察が触れられない案件なんでしょうね、日本の警察が捜査ができない、えー、ことから真犯人にはたどり着けないということ。 40歳の男ね、事件現場に足跡があって、警察に嘘をついたって男と43歳の中国人で、まあ、お金に困った新聞配達をしたっていうことは、これは犯人ではないと思いますね。この,あのコンビニでおにぎりを一緒に買って食べるような間柄ではないからね、同じマンションに住んでいる43歳って、これ、女子大生と43歳が一緒に楽しくご飯を食べる、えー、ではないと思うし、それだったら丸されるってもちょっと疑問じゃないですか。でその まあ同じマンションであればね、わざわざ、えー、この車は別のところに停めるって言ったことと、まあ、話の,この整合性がつかないんで、えー、ちょっとわからないんですけど、犯人ね、まあ、この真犯人にたどり着かれないようにまた今回も、えー、巧妙に、えーまあ、仕組んでいる可能性がありますね、もう闇が深すぎて、えーまあ、今回はすみません、わからなかったっていうことですね、お,おそらくは、えー、まずこの2人は犯人ではない、でまあ、その出会い系もどうかなっって。て出会い系ってね、別に、 わかんないですけど、したことないから、あの出会い系のところから、そ、えー、そのねそのね CIA 関係者だったり、ね、日本の警察にとかって、圧力かからないと思うんで、まあ。 そうなってくるとどうかなとかと思いますけどね、パチンコの方かなって、パチンコの男性関係でね、それこそ、えーまあ、そういったことから、えー、なんかあったのかなと思うけど、まあ、ちょっとわからないということで、ね、本当、ひどいなっていうことなんで、うん、この西那須のね、えー、女子大生の、えー、亡くなった方のね、ご冥福を本当お祈りいたしますということで、本当、日本にはね、こういう事件が起こるから、もう本当、日本からこういう事件がね、亡くなってほしいとあの、心の底から僕はあのいつも思ってるっていうことで、えーまあ理想 皆様のまあ何かしらのまあ参考になっていただければと思うので今回お伝えしてみました。今回ここでで終わりです。えー最後まで